にちは。ここは東武鬼怒川温泉です。泊まっておりますのは浅草駅の特別急行鬼怒142号です。今日は時間があればね、本当はクラブツーリズムさんのツアーに呼んでいただいて、その内容を紹介する動画を撮ってたんですが、最後まで魅力たっぷりなんですけども、最後まで紹介することができないと本当申し訳ないんですが、もう泣く泣くですね、皆さんに、お別れのご挨拶をさせていただいて、帰りの特急の切符を買いました。なんとですね、最近はもう基本的にはね、個室はもう埋まってて買えないんですけど、誰かキャンセルしたんですよね。発車直前に券売機行ってたらなんか空いてたんで、このスペーシャルで一番いい個室に乗って帰ることにします。今回は水色編成、水色とオレンジと紫の3色があります。なんかそれぞれ意味があるはずです。左は SL 体重号、さっきこれに乗ってきました。もともと東武鉄道の車両として製造されたものはこの編成の中にはないんですが、しかしとっても大事に運行されていてね、もう本当にいい列車ですよこれね。もう東武鉄道の、ね、社員の皆さんのなんか愛を感じるのと、あと多分なんか国鉄とかが好きな方もいるんじゃないかなと思う。どうなのか分かんないですけど、何度も何度も噛めば噛むほど味があるような魅力ある列車です。スペーシャルについてはこの間も紹介しましたかね。この裏側にこう多分車内販売員用の扉なんだと思うんですが、この裏側にビュッフェがありまして、ここで温かい食べ物とか、それから生ビール、もうサーバーから出てくるようなものとかを普通にですね出して、くれるということになっております。で頑張ってお客さんは少ない時期であるはずですが営業しています。もっとも今日は日曜日でそこまでは少なくないかもしれません。扉は外掛け式、これプラグドアというんですが、多分普通よりお金かかるやつなんじゃないかと思うんですけど、その代わり気密性が高まったりとかする長所があるはずです。多分そうだったと思います。松本清のシール貼ってあるな、誰か勝手に貼ったんですね。もうスペーシアに生貼るなんていけない。ちょっと塗装まで剥がれちゃうかもしれないからやめとこう。大丈夫だと思うんですけど、それで剥がれるやわな塗装ではないでしょう。ちょうど今ここで蒸気機関車が発車の準備をしているところですが、これも少々先発になるんですよね。だからそろそろ行かないとスペーシア出るかもしれないな。1991年に鉄道友の会のブルーリボン賞を受賞しました。同じ年にはスーパービュー踊り子が多分いたと思うんですが、強力なライバルも抑えてこの車両が人気の一番ということになりました。個室券をお持ちでないお客様はご遠慮くださいと書いてあって、 JR 直通対応ですのでグリーン車のマークもついていますが、今回は別にグリーン車というわけではありません。個室は1部屋で3770円となっています。4人で乗った場合は1人当たり900円くらい。こんなにここに触れるんですよね。僕がここに乗ってるとちょっと目立つんで、扉は今のところ閉めておきます。鍵はね確かかからない仕様だったと思うんですが、自撮りモードでカメラ撮るとこういう感じで、結構みんな親切に見送ってくれたけど、スペーシアはもうとんでもなく加速力がいいからね、あっという間に離れていってしまったよ。もうちょっとゆっくり発車するかと思ったんですけど、鬼怒川温泉を出てこれから浅草まで帰るというところなんですが、早速鬼怒川温泉を出てからすぐのところに東武ワールドスクエアの駅がありますので、そこへ泊まってからこれから先の細かい案内をするみたいです。鬼怒川温泉ともう一個向こうの鬼怒川公園の間の景色はいいんですけどね、できたのに鬼怒川公園行きの特急っていうのをなんか走らせてくれたら面白いんじゃないかと思うんですが、朝僕はそう思うだけなんで、トイレですね、トイレトイレ、結構トイレ行きたかったんですよ、ずっと。結構なんか綺麗だな、1990年の設計のトイレ、リニューアルされてるのかな、多分してないですね。でもねすごいいい感じのトイレですよ。洗面所もありますよね。あったあったあった、ちゃんとあります。こっちでちゃんと改めて手を洗おう。温度調整もできます。あったかい、あ幸せだ。早速隣の駅に着きました。東武ワールドスクエアです。ここはいいんですけど、この先の方がすごい急カーブになっているので、
車体がこう大きくこっち方向に傾くんですよね。手がちょっとまだ濡れてるわ、拭いてないから。この後ろの方がすごいんですよ。セブンイレブンみたいな音楽になりますね。プラグダウンこうバコーンと手前にこの閉まるこの感じですね。加速力だ。スペーシアの内装といえば、私前に言ったかもしれませんけども、走るバブル、まあ多分バブルを若干過ぎてるぐらいのデビューなのかな。91年ってバブルっていうんですかね。調度品はこういう風な金色ベースになっておりまして、ここもねこんな感じ綺麗。まあ、パネルもいろいろとこう細かいところ、例えば空調の多分これ強あ照度か明るさとか空調のその風、多分風の強さだと思うんですけど、で壁のライトのオンオフまでできるんですね。このスペーシアの個室って、ね、僕安いと思うんですよ。まあこれ一部屋あたりでいくらなんで、僕今4人分払ってるんですよ最高で、ね、だからまあプラス3700円ということでめっちゃ高いんですけど、でも別にね、あのこれでまあ4人とかで乗る分には実質なんていうんですか、そのもう ただとは言いませんけど、さっき言ったように900円から済むわけじゃないですか。それでこんな広いですね。足元も広いですよ。これお互いの足伸ばさない限りぶつからないですから、こんな快適なところにいられるなんて、いやこれいいですよ本当に。でスペーシアって今結構古くて、コロナでちょっともしかしたら投資計画とか変わったかもしれないですけど、もうそう長くないうちにあの引退するっていうことは一応ね、本当であれば2020年くらいからなんか引退するみたいな話があったんですよね。それどうなってるのか分かんないですけど、そう多分東武鉄道としてもあんま長く使い続けるつもりはないんじゃないかなと思うので、今のうちに乗っといた方がいいんですよねこれね。どっしりとしたこの座席見てください。これ4人定員と言いながら、実際には幅が広いので、私3人くらい横に座ります。本気であれば4人とか座れるんじゃないかな。ガミさんとかそのから辺の方々に前ね、あの一緒に乗っていただいて、それで動画撮ったことありましたけど、まあ、すごい大人数でこの中にギチギチに乗れちゃいますもんね。まあ、一人で行ってもいいんですけど、もともとなんかただでさえ東武って特急料金も運賃も安くて、鬼怒川温泉とかまで浅草からずっと乗ってっても多分3000円とかそんぐらいしかかかんないですよ。でなんか午後割とかそういうの適用すればもっと安くなるし、妙に安い金額で、これ普通の座席もなんかグリーン車並みに間隔広いんでね、あの今回この個室席に乗ってますけど、まあ、皆さん見ていただいたと思うんですが、それをこれいけるっていい。僕ちょっと今後スペーシアを押していこうかなと思ってるんですよ。まあ、ただあの日光鬼怒川に行くやつしかないので、そんな大量に紹介できないっていうのと、スペーシアごとの違いとかもないからね。あのスペーシアは1個スペーシア1種類なんで、ロマンスカーとかの方がね、なんかブランド力とかではなんか獲得してるのかなという気がします。なんで止まるんでしょうね。新高徳ってなんかあるのかな、周りに。普通のこういう感じの駅のイメージだったんですけど、さっきの鬼怒川温泉からこの先下今市までは単線での運行 で結構いろんな列車がいっぱい来ますんで、特に休みの人がね行くと面白いんですけども、ちなみに普通に触れてませんでしたけど、これはねテーブルは見て分かるように大理石ですね。大理石って多分高いんでしょ、なんか高そうなイメージですけど、いくらするのか知らないですが、こういう僕が反射してたりするこれはなんか今調べた限りどうも真鍮製らしいです。あ、今閉まった、ガーンと。空調は今オフになってますね。すぐには変化はないな。まあいいや、ちょっと今は別に僕は一人でいるんで使わなくてもいいから閉じておきましょう。それからあとはウォールライト、多分これだと思うんですよ。これ消せるんですよね。あんま消したい人がどのぐらいいるのか分かんないんですけど、僕昔夜行列車のスペーシアが2年ぐらい前走ったんですが、その時は確かなんか消した気がするの。全部真っ暗にすることもできるんだったかな。照度調節、あ、かなり暗くなりますね。真っ暗にはできないけど、これなんだろう、ちょっと心配だな。車内販売を呼ぶやつとかなんかそういうやつだったかな。今押しても何も意味ないみたいだから、まあとりあえずそれはそれで逆に安心ですけど、あとなんかとんでもないことがあったらこれを押すと通報できるようなんですが、列車止まっちゃうんですかね。止まるような気もするけどどうなんだろうな。止まりそうですよね。トンネルの中とかで下手に押すとまずいんですが、まあ東部トンネルほぼないのでその点は心配いりません。上は荷物棚、網棚です。
すごい巨大ではないですけどね。まあ一人とか余裕がある場合はこうやってもう置いちゃえばそれでいいんじゃないですか。この座席も横幅がすごいですね。あ、ちなみにこれ必要な場合は肘掛けを下ろせるんですが、これもまたすごいですね。でかすぎだよ。新幹線のグリーン車を、まあ普通に横幅に関しては超えてるでしょうね。前後の間隔も広いですからね。普通であればお互いに向かい合って座るということは考えてないわけですけど、まあ仮にここが誰もいなかったとすると足を伸ばしても全然届きません。前後の間隔がとんでもなく広いということはまあ分かっていただけると思います。窓もこのように巨大です。こうですかね。僕の手こんなにちっぽけですから。しかもこれ遠近法の関係で結構手大きめに映ってますんで、あらゆるところから感じる圧倒的なこのゆとり。お金ある時代に作ったからこうなのかというとですね、この東武は結構いろいろなところとの競合がありましたので、もうこういうサービス面に関してはかなり気を使っているというか、日光方面の特急も昔からかなりきちんとしたものを使うというのがどうも伝統みたいですね。昔から国鉄の走らせてた準急列車に対抗してデラックスロマンスカーでとんでもなく豪華なものを作ったりとかね、東武のやることはもうそれはそれはすごかったのです。デラックスロマンスカーは1991年かな引退したんですが、その代わりがこのスペーシアで、もう豪華なことばっかりですよ。これ鬼怒川かな、なんかこの辺り川がいっぱいあって僕全部鬼怒川だと思ってたんですけど、ダイヤ川とあともう一個忘れちゃいました。なんかすごそうな岩がありますけど、多分本物ではないですね。あれは岩っぽく作ったものなんじゃないですか。なんかね、さっきの新高徳の駅なんですが、駅の周りには、ね、一応温泉がなんかあるというのと、それから竹久夢二の、美術館かな、結構なんか竹久夢二美術館ってすごい伊香保温泉とかいろいろあったような気がするんですが、というのがあるのと、あとは大昔、そこに存在していたウエスタン村、まあ、今でも一応潰れてはいないことになってるらしいんですが、すごい謎の遊園地みたいなのがありまして、うちの会社のスタッフがね、ウエスタン村行ったことありますよって言って、行ったことあるんですかみたいな話したんですけど、という結構今なんか廃墟みたいな感じになっているらしい遊園地の跡とかがあるそうです。まあ人たちがさっき5人ぐらいある程度年配の方が乗られてきたんですけど、その人たちがウエスタン村にね行っているとは思えませんので、廃墟不法侵入ツアーとかやってるとは思えないので、まあ温泉帰りかなんか美術館に行ったとかでしょうね。まもなく下今市に到着いたします。下今市ってのはね、あんまり聞いたことない人はそれどこなのみたいな感じだと思うんですが、今市自体もまあまあそれなりに大きいところでありますし、それからまあ東部ではもう結構な運行の拠点なんですよね。もう会津マウントエクスプレスがいるな。10周年のヘッドマークつけてます。そうなんですね。こっちはリクライニングなんですけど、こっちは転換シートなんだな。だからリクライニングの方が人がいっぱいいましたね。まあリクライニングシートと転換シートだったらそんなにひどくその感覚が違うのかというと、実際そうでもないと思いますんで、僕だったら空いてる方に座るかな。向こうに南大山、あ、女峰山かな、ちょっとごめんなさい僕よくわかんないですけど、あれ両方一応あるか。さっきは見えなかった日光のお山が見えますと、日光からやってきた日光線との合流です。こっちは複線です。鬼怒川線は単線。これより先は特急列車らしい速さになります。ここが時間かかるんですよね。でもね、結構ここら辺なんかローカルな感じだからお客さん少なそうだとか思うじゃないですか。結構いるんですよ。だから舐めてるとこの間の移動で結構面倒を食うということもあります。ここは売店があるんですよね。こういう風な、この売店は結構便利なんですよ。いろいろなんか美味しい駅弁とかも売ってるんですが、今回はですね、東武鉄道の方からいただいた埋蔵金弁当がありまして、スーツさんこれでよろしくお願いしますとか言って、なんか本当に小判入ってたらいいんですけど、そんな権力僕には何もないので、まずもうお弁当をいただけるというそのことが小判ですから。お客さんがまた乗ってきたな。乗ってきたけどなんかそんな乗ってこないな。おいらっしゃいました。これ今日この後クラブツーリズム専用列車としてまた浅草方面に行く350系です。もともと東武線では有料の急行列車が走っていまして、急行料金というのを払って乗る列車だったんですが、
番号を確かめの上、ああいう風に座席が今全部浅草型を向いてますね。あとで向かい側に対する体重に乗っている人たちがこの下今市にこの列車の後に到着して、そしてあの浅草方面の350系に乗って北千住に帰り着くと、そういうツアーになっております。埋蔵金弁当のお土産はこれです。これはね、埋蔵されてるんですよ。あ、なんか C11207SL 体重って書いてありますね。あ、そうなんだな。 SL 体重の PR のためにもねこう書くんだと思うんですけど、今 C11 はあの207だけではなくて、さっき見ていただいた325も使われておりますので、2両機関車がおりますので、このスコップそのうち変わるかもしれないですね。結構貴重なものになるかもしれないから、ちゃんと使わないで取っとこうかな。今回その旅行会社のクラブツーリズムさんのツアーを紹介するために来たんですが、それね、あの大塚さん、いつもお世話になって大塚さんがね、日光の揚げ湯葉まんじゅうを押しまくって、そこのお店に2回連れてってもらいました。1回の旅行で2回同じ店に行ったんですけど、そんでまんじゅうだけも朝からもう5個ぐらい食べて、それ以外何も食ってないですよ。お腹の調子が不思議な状態ね。これ量めちゃくちゃありますね。すごいですね。どうなんですかね、個室の中でマスクを外して喋ってもいいのかな。まあ一応多分空調に抗ウイルス抗菌加工とかいろいろしてあると思うので、多分効果ある、そういうのあるから、まあ多少別にここでなんか僕が喋ったりとかしてもいいと思うんですけど、まあマスク一口に越したことはないから、しながら撮りますからね。なんか日が暮れてくるにつれて陰気臭くなるなと思ったら、僕が消してたからですわ。これで明るくしてライトもつけとこうね。これ OK です。あ、随分弁当も美味しそうに見えるわ。これね、これ湯葉なんですけど、やっぱ日光の駅弁ってレベル高いですね。観光地としていいもの作ろうっていうのはあるんでしょうね。埋蔵金って書いてある。全然埋蔵されてないですけど、普通に表面にありますが、これからなんか掘ると出てくるのかな。だからそういう四角形は確か特になかったと思うんですよね。あ、これスプーン使わなきゃよかったな。これあるんだから。これ洗うのめんどくさいじゃないですか。まあいいや、これなんかの時また使おう。右手にでかい杉の木がいっぱい生えてますけど、あれがどうも樹齢300年ぐらいの日光街道の松並木のようです。もう立派なね、有名な国の史跡ですね。多分一瞬ここから右を見れば昔の日光街道の趣を味わえると思いますよ。ほら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 、おお、あ、ちょっと一瞬過ぎたな。まあいつか旧街道シリーズが流行ったら、あそこも自転車で来ることになるかと思います。ここで改めて丁寧な車内放送ですかね。これから先の停車駅なども細かく言うはずです。速度もどんどん上がります。全車両座席指定となっております。なお指定の座席以外にお座りのお客様には座席の確認をさせていただきます。なるほどね、止まる駅の前に先に停車駅は新神奈川栃木乗り込んで、でどうするかってやってるお客さんに案内をするわけですね。いろいろ考えてあります。車内のご案内をいたします。前から6号車 JR 日光線、あ、踏切がこう点滅してるんですよ。あれいつも点滅してるんですよ。だから、あ、なんかそうそう電車来んのかな。でもあれ踏切は上がりっぱなしだなって、電車は別に来ないんですね。早い早い。日光線があの こっちの方へこう行ってるのに対して、この東武日光線はまっすぐこう東京方面をまっすぐ目指します。まあ大体こっちに東京があるんですけど、だからやっぱあの東武じゃ JR でこうやってこういう風に行って宇都宮まで行ってから折り返してこう帰るのと比べると、こっちの東武線の方が早くて、まあ基本的には便利ですよね。ただ問題があって、北千住もしくは浅草ぐらいしか東京側のターミナルがないと。東京側のアクセスが、まあ今となってはあまり良くないという事情がありまして、それで、まあいろいろ東武も考えて JR 直通特急などを走らせることになったわけです。ただね、JR 直通特急に乗ると、ちょっと面倒なことがありまして、これなんですが、これ個室はね、あのもう1回乗車したら別にどこの区間とか関係なく3700円かかるんですよ。でそうすると JR 直通の特急の場合はね、もう東武の個室料金もかかるし、まあ安くはないじゃないですか。で、JR のグリーン個室の料金もかかって、なんか値段倍になるみたいな感じなんですね。なんかあんまこういうこと言ったら悪いんですけど、あの東武のこの
グリーン個室、これを体験してみたい、東武の個室体験してみたいという方は、まあ、東武線完結の特急で行った方が安く楽しめるとは思います。まあその代わり JR 直通の方はね、いろいろ変わったことも楽しめる、乗車時間もちょっと多分長いんじゃないですか。まあ人それぞれですけどね、東武のやつがちょっと安すぎるっていうのもありますし、 JR 直通の特急もなるべく料金少し安めになるようにうまく JR 側の方でもグリーン個室の料金調整してたんじゃないかな。車内販売の案内もしています。今はもうワゴン販売はしませんけど、前はよくやってましたね。コロナで今のところやめているみたいです。始発駅からおよそ40分ぐらい経過しまして、ようやく日光市を抜けました。日光市って今とんでもなく巨大になってるんですよね。もう鬼怒川温泉のところからここまで特急で40分乗ってまだ日光かってのすごいんですが、今ちょっと確認してみたらね、鬼怒川温泉のさらに北のもう会津高原を出口のその手前のところまで、もう福島県のところまでずっと日光市になってるっていうんですよ。もう平成の大合併の凄まじい一例なんじゃないですか。多分西もかなり群馬の方、まあ、もう群馬のところに全部日光ですもんね。すごいですよね。日光だけでも4泊5日ぐらい楽しめそうだな。お、6050のリバイバル色またいたな。今日1日で4回くらい見ましたよ。これ結構いっぱいいるのかな。1個しかないんだよ、やつなんだと思ったんですけど、そうじゃないのかもしれない。ここで抜くんですね。なるほどね。ステーションは特急ですよ。結構早いんで、1回だけ鬼怒川温泉から、北千住までもうほぼなんか各駅停車ばっかりみたいにずっと帰ってたことありますけど、高校生の時かな。すごい時間かかりましたしね、特急はもうめちゃめちゃ早くてね、東武の特急ってこんなすげえんだな、やっぱ早いんだな特急ってって思いましたよ。新幹線からもなんかお客さん結構個室の方に乗ってきて、これで個室いっぱいになってみて、やっぱ今日満席でしたわ。さっき鬼怒川温泉のところでね、他になんか乗ってこられてた方もいたんですけど、個室これしか乗ってる人大丈夫かよみたいな話とかされてる方いたんですが、いやそれ大丈夫なんじゃないかなと思うんですね。やっぱ案の定そうでしたね。東武鉄道の方もおっしゃってましたけど、今やっぱりコロナで個室から埋まるみたいですよ。もう基本的にスペーシア全部個室が埋まってますから、僕も乗車直前だったんでこれはちょうどいいと思ってね買ったんですけど、向かいからスペーシア来ましたね。かっこいいすれ違いシーンが見られるといいなと思ったんですが、まあこっちは出たばっかりだし、向こうはもう停車するところだからそこまで早くはなかったかな。お互いにでも70キロぐらいは出してたかもしれないですけど、今110キロぐらいで走ってますけど、やっぱ結構速いんですよね。なかなかこう平野部のところを走ってると速度がどれぐらい出てるのかとかあまり気にならないし、やっぱこうやって見ると速いんですよね。あんまり普段気にしないでね、適当に乗ってるわけなんですが、そしてこういう風な田園地帯だったりするから速度の速さを感じる機会が少ないんですけども、110キロぐらいはだいたいもう当たり前のように出して走ってますんで、逆に120で走ってるのはあまり見ないんですが、なんだかんだ日光行くなら特急で行くのが一番楽、そして値段も安いと。焚き火はまだやってますね。さっき行く時もやってましたね。でそれじゃね、弁当が食べ終わってもう疲れましたんで、ちょっとやってみようか。これ確かできるんですよね。あ、できるできる。あ、いいな。あ、足くるくるけどちょっとやっぱここが高いんだよな。最初はいいなって感じですね。これね、シューマーに説明しますね。まあ、今ちょうど多分新栃木かなんか通過するとこなんですけど、そうですね、ここからこうゴロッとなって、まあ僕身長175センチぐらい、なんか伸びたのか分かんないですけど、そんぐらいあるみたいなんですよ。でまあ足を完全に伸ばすことはできないんですけど、まあまあこれぐらいこうゴロッとできると。ここにもこういう風に肘掛けがありますので、ここを枕にするんですが、そのね枕にするにしてはちょっと高いんですよ。でこの肘掛けのところを使わないという選択もまあ一応できまして、そうすると丸くなればできるんですが、そうすると今度ね僕の背丈ぐらいだとちょっと足がこういう風に折れ曲がってしまうんですよね。難しいところ。前夜行列車になったスペーシアに乗った時はもうこの床で寝たんですけど、ちょっと今回はやめとこうと思います。今他にも反対側にあるんだからあっちに足を置けばいいじゃないかって考えもあるんですが、これがまたねちょっと微妙に遠いんですよ。足がもっと長ければいいのかもしれないんですけど、これも疲れるということで、今一つバランスのいいやり方がまだ定まっておりません。栃木市街が見えますね。弁当はまあ後で片付けよう。ちょっと疲れたな本当。基本的にはまあこれである程度
楽な姿勢になるんですけど、問題なのはこのガラスがスカスカになってますね。まあ多分中でなんかあんまりもねおかしなことが起こったりした時にっていうことも考えてるんだと思うんですが、こういう風になってますので、あんまりなんかわけわからない姿勢を取ったりするとね、通路から見えてしまう。こちら側にはカーテンはあるんで、向こうから見られたくないっていうことに関してはそれは大丈夫なんですけどね。まだ今もね、栃木から個室乗られた方いたみたいな、まだ席空いてたみたいなんですけど、それでここはちょうど今そんなこと一切人が通ってたんですが、まあでも大丈夫そうです。あのみんなやっぱこう通路とか通って自分の部屋探すときってね、この切符とかを見て、あそれで、ああ一番個室はどこかなとか言って、あの番号とかだけ見てますので、あのよそ様の部屋の中でね、そいつが何やってるかみたいなところ、まだ見ないでしょ。降りるときとか見るかもしれないですけど、ついつい人が何やってるかって見ちゃいますからね。しかしせっかく久々に乗った個室だから、やっぱある程度快適に過ごさなきゃもったいない。なんかいいグッズはないかな。僕の持ってる服を常識的に脱げるだけ脱いでここへ詰めておいたんですが、これでどうかな。あ、ちょっと良くなったら、あ、だいぶいいな。もうちょっとここ詰め詰めにして、あ、いいね。この肘掛けのところになんか耳を当てると床下の車輪が転がるような音が聞こえてくるな。今マイクをぴったりくっつけてるんですよ。わかります？ゴロ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 って音しますよね。私の組んだこれの影響でだいぶ足も快適になりましたんで、しばらくはこれで休憩だな。なんで休憩が終わるのかと言いますと、ちょっと車内販売のビュッフェを利用したいなと思って、ね、東武さんがすごい一生懸命やってお客さんの少ない時期でも営業してくれてるんで、ちょっとそれなのに使わないってのは申し訳ないじゃないですか。やっぱりよし、カスカベだ。カスカベか、これカスカベかな。そうですね、カスカベですね。いやもうぐっすり寝て、もう寝心地がいいのなんの、もう放送で今案内するまでずっと寝てましたよ。大きくて立派な駅だ。ここまで来るとあだいぶ帰ってきたなって感じがしますけど、今東武動物公園を通過、放送が今ちょうど終わったところですけれども、カスカベ到着すると言っています。これね、寝心地が良すぎて、もうずっとここでこう放送に起こされるまでずっとこれで寝てたんですけど、いいですね、これ。今度の区間急行、大宮行きは8番線から18分、各駅停車。これ向こう、ホームあるかな？ないな。こうしとけば分かんないか。いや、普通に分かるんじゃない？巻きつかないだろ。大丈夫大丈夫。僕の目線的にはこうなんでね。逆に言うと、こっちから向こうの人の顔が見えなければ、向こうも僕の顔は見えないでしょう。今、両門がここものすごい勢いで通過したんですけど、通過線もあるんですよね。この辺のね、割と人口が多いエリアをビュンビュン飛ばしていくのが東武の特急の素晴らしいところだと思いますわ。やっぱなんか特急の風格がある。常磐線の日立とかもそうなんですけど、人口の多いところをみんなまとめて飛ばして、もう一気に郊外のかなり先の方まで行っちゃうっていうのがね、特急列車の中でもなかなか派手な走り方でいいと思いますよ。多分車内販売終了のお知らせだな、これ。あ、でもまだあと15分もやるんですね。結構ギリギリまでやりますね。じゃあゴミを捨てつつ、もう高架間に入りましたね。越谷だ。今ね、私のフライドポテトを温めてもらってるところです。車内販売で温かいものが出てくるというのがこのビュッフェの面白いところ。空からじゃん。このスカイツリーができてから東武鉄道のなんか新入社員ね、女性がなんか増えたらしいですよ。その話聞いて本当思うのはね、やっぱ女性も結構視野広く持って、そりゃそうですよね。大卒で入社する人なんかそうなんだろうな。いい感じになってるじゃないですか。本数多いな。さっきも南越谷が、新越谷かなんかで一本抜いたところなんですけど、やっぱ夕方の時間になってきてだんだん増えてくるのか分かりませんが、それで何を言うとしたかっていうと、私たちみたいなね鉄道マニアって逆になんかスカイツリーとかあんま興味持たないですよね。いや、まあ持ってる人もいるとは思うんですけど、
東武に入社したいっていう思ってる鉄道マニアの人いっぱいいると思うんですけど、多分スカイツリーとかあんま関係なくみんなそういうふうなことは思うんじゃないかな。逆にそのなんていうの、スカイツリーが東武鉄道っていうその印象につながって、それで東武鉄道に行こうと思う人って結構いろいろね、鉄道というものを広く見てる人だよなと思うんですよね。鉄道会社っつったら電車の運転だけやってると思うじゃないですか。やっぱ鉄道マニアが鉄道に対して詳しくてなんか造形が深いかっていうと、なんかそれは必ずしもそんなふうなこと言えないのかなみたいなこと今日ちょっと話を聞いて思いました。ちょっとこれはあれだな、暗くした方がいいな、暗くした方が外の景色をよく見えますかね。もうできたら真っ暗にしたいぐらいなんですけど、お問題のスカイツリーが問題っていうか、いい意味でなんですけど、向こうに見えてますよ。これね、もうどんどん速度上がってるように見えるじゃないですか。めちゃくちゃ速いように感じるでしょ。僕もさっきそう思って、うわこれ速いなと思って、それで速度計チェックしてみたんですけど、じゃあね95キロとかだったんですよ。やっぱさっきの栃木県のなんかどっかもう鹿沼とかあの辺で走ってる時110キロですから、もっとうんと速いんですよね。あまりなんか対象の比較するものがないとその速さをあまり感じにくいというのと、それから今乗ってる複々線がやっぱ速いので、雰囲気でそういう風に思うと思うんだなと。それでですね、今車内販売に行ってジュース買ってきたんですが、トロピカーナジュース250円って書いてあって、ジュース何がありますかって聞いたらば、今あるのはオレンジジュースだけですねって言われて、これ250円って高いなと思うじゃないですか。まあでも車内販売ですから車内販売価格なのかなと思って、これ注文するとねこんなのついてくるんですよ。これ聞いてないぞと思って、おー思いながらですね、まあ、びっくりして、僕もまたなんか2本ぐらい各駅停車と回送電車で一気に抜いたら、もう強いな、もう追い抜かし方のなんか規模が違うんですけど、もう喋るのが追いつかないが、東武の車内販売って本当格が違うよなと思うんですけどね。いやこういう風なこう氷にこれ入れてお出ししますってなんか書いておけばいいと思うんですけどね。しかも一杯では収まらず、だってさ、これがなんかカフェとかでなんかよく売ってるじゃないですか、テイクアウトとかで、ね、モスバーガーとかなんかいろいろあると思うんですけど、これで250円、まあさらに言えばまだ結構これに残ってて、それで250円って言われたらまあ安いじゃないですか。多分そのこれ雰囲気からして、これ多分350円とかなんか432円とかしそうなやつじゃないですか。だから車内販売もね、ビールがなんかそのままサーバーから継がれたりとかするんですよ。でそういう結構いい感じの上質な車内販売をやってるんですけど、えもう北千住着くのか、え本日はおい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 、ちょっと待ってくれよ、困るよ、あ5分、でも5分か、えちょっとこれ困るな、あーもっと早く食っとくべきだった。ちょっとね、春日部から北千住までの距離をちょっと甘く見すぎたな。まあいいや、もうこのまんまちょっと浅草まで、多分値段変わんないと思うんですけど、ちょっとこれで浅草でまた相談してお金払えって言われたら払えばいいんじゃないですかね。それでそれちょっとダメだったら、ちょっとそういうのやっちゃダメですね。あとで皆さんに報告しますけど、え乗り越し生産ってあるから大丈夫でしょ。もう浅草かスカイツリーまで行きますわ、このまま。いいよねこれね、これ400円の温めるやつなんですけど、日霊のなんかこの温める系のやつってなくなるとかいう話を聞いたんで、ちょっとよく分かってないんですが、これと他にたこ焼きがあるんです。400円ぐらいでねこういうの買えるんですよ。鉄道マニアってビュッフェ好きなんで、列車の中でこう温かいものを出してくれる固定販売型のカウンターみたいなのがねすごい好きなんですよ。これじゃ食えないな。いいですね、寮もどこだっけ、東武動物公園までノンストップですよ。1回だけね夜に乗ったことあるんですけど、東武動物公園までおはようなとか見ながらデラックスロマンスカーの席に座ってかっこよかったですね。でさっきからマスクつけたり取ったりとか結構こと細かくやってますけど、僕かなりねなんかコロナ対策ちょ気をつけてるんで、まあ、皆さんもなるべくそこら辺のところはねお願いしたいと思います。まあ、もっと他のところで言えばいいのかもしれないですけど、結構マスクしないで話しかけて来られる方とかもいるんですけど、まあ、素人はこっちからはちょっと言えないんですが、なるべくそういう方との会話を早く切り上げたいので、そうするとちょっと対応が不親切になってしまったりということはあるかもしれません。ちょっと会話の時間を本当最小限にしておいてるんで、どのぐらいそれ対策になってるのか分かんないんですが、本当感染しちゃうと結構ねいろいろなところにご迷惑をおかけするんで、ちょっとまずいなと思って、ジュースも飲みましたけど、うまいっすわこれ。
ちょっとまあやっぱり400円ですからね、まあ、本当にフライドポテト食べたいんだったら降りてマクドナルド浅草にあるんだからそういう行きはいいんですけど、列車の中でこれを食べるで温める2分の時間がかかるわけじゃない、これ冷凍されてるのを温めて出してくるんですけど、それね時間をかけてで提供してくれるっていうのは結構サービスとしてやっぱ向こうも手間がかかってるから列車の中でできることとしては相当質高いと思いますよ。もう今小菅通過したな、あれすぎると急激に帰ってきたっていう感じがするもんですが、違うなんかおかしいなと思ったらこっちが小菅でしたね。この駅かっこいいですよ、このここを通過するのが多分このカーブの具合がいいんだと思いますね。だいたいここで何かと並走するようなことが多いですが、あれは何かな、常磐線かな、つくばエクスプレスかな、ちょっと全然わからないな。特急ホームにリバティが止まってますよ。どういう意味であれはリバティなんでしょうね。あ、さっきの並走してきたやつは常磐線だった、やっぱり E231 だった、上野行きですね、あっちはね。いい感じだ、これ北千住は帰ってくるときは特急ホームとか特にないんですよね。こっから浅草まで一応一区間乗り越すとして、でもそこまで乗車時間も伸びるわけじゃないんで、やっぱ早いところでフライドポテト食べた方がいいです。今ちょっと喉に詰まりかけながら喋ってんで変な喋り方になってます。息はちゃんとできてますけど、やっぱ北千住で降りていくときはみんなね僕の部屋覗きながら行きましたよ。大抵降りるときはそうなんですよね、時間に余裕があってそこで空いてる窓があるとついつい見ちゃうんですよ。別に失礼なことだったら思わないですよ、まあ、人間のなんか習性がそうなってるじゃないですか。僕もぼーっとしてるとついなんか他の人のね個室のなんか空いてるところ覗いてちゃったりしそうになりますから。そう見えるんですよね、東京スカイツリーは高さ634メートルの自立式電波塔です。それこの案内 しなくても別にみんな知ってるんじゃないかって気がするんですけど、もうそれぐらい有名なものです。水族館やドームシアターショッピングセンターなど楽しい施設がいっぱいです。あ、これは言っといた方がいいかもしれないですね。今なんかね聖火リレー特別塗装みたいになってるんじゃないかな、塗装じゃないか、今塗装してたら大変なことになってますね。聞きやすい英語ですね、日本人には。綺麗ですね、こうやって近くで見ると。まだ若干時間の余裕あります。今は車内報道でもうすぐ着くと言いましたけど、東京スカイツリーの駅はスカイツリーの真下なので、スカイツリーってそんな駅直結する立地いいんですねって言われるんですが、もともと東武鉄道の土地だったところ空き地にあれを建ててますんで、それはこういう風になって当たり前なんですよね。でもね立地の良さっての他にも、あの浅草がすごい近いからそれはやっぱ普通にいいと思いますよ。あそこからの景色、その良さもだんだん最近ある程度年を重ねてきてね分かるようになりました。さあポテトがまだちょっと残ってるわ。両門が来ました、まあ、東京スカイツリーはスカイツリーの最寄り駅ってだけじゃなくて、普通にこの真下にもあのオシアン駅ターミナルがありますので、一応乗り換え駅としても多分機能してるんじゃないかな。スカイツリーの発車メール、これなかなかいいですね、僕好きですよこれ。長い駅名表、昔は成平橋という名前でした。というわけで全部食べてます、まだ残ってるんですよ口の中、芋でいっぱいだ今。まもなく終点浅草に到着いたします。地下鉄銀座線、都営地下鉄浅草線をご利用のお客様はお乗り換えです。案内の放送はしてますけど、浅草駅が混み合ってるのかな、まだ隅田川の橋を渡りそうにありません、まあ、これぐらいゆっくり向かってくれる方がいいですよ。ある程度片付けられたかな、あとはこれ持ってこの2つに荷物をまとめたい、これもゴミだな、よし OK、 隅田川の車窓に集中する準備は、まあ、ほぼ整いましたね。反対の列車が行ってたんで、もう多分今少しスピードを上げると思いますが、それでもゆっくりです。でも綺麗だね、やっぱいいなこれ。東橋と奥にも馬屋橋とかいろいろ綺麗な橋が並びます。ちょっとブレブレになっちゃって申し訳ないんですけど、美しい隅田川の景色です。
東部でここが一番僕景色いいと思いますね。もうちょっと早ければ桜も見頃でした。やっぱせっかく東武の特急に乗ったんなら浅草のこの景色は見ないとね。まだ停車まで時間かかりますよ。ホーム入ってから止まるまで長いんですよ。まだね、後片付けする時間もありますよ。意外とスカイツリーから浅草までこの急カーブのおかげで時間あるからね。これ氷もったいないな。まあさすがに今から追加して飲むことは諦めておこうと思います。やろうと思えばできると思いますけどね。まだ停車まで10秒ぐらいあるんじゃないかな。まだ止まってないですよね。今止まりましたね。こういう感じなんですよ。上流無事に到着して僕の部屋も掃除されました。今されてるところですね。僕移動禁止の赤旗が出てますね。やっぱそれはそうするか。僕のところが結構隙間がめちゃくちゃ空いてて、あの車椅子とかと同じ渡し板をするところがあるんで、多分そういうのが終わるまでは移動禁止の旗を出しておくんでしょうね。多分それまだ分からないことが多いんですが、スペーシャルの個室は久々に乗りましたけども、非常に良かったですね。やっぱり、まあ、きっといい思い出になるだろうなと思ったんですが、東武のスピード質の高さ、それをね久々に感じて、うわ面白いなと思ったところでございます。ちなみに特急料金が一緒なので別に降りても大丈夫ですよみたいなのを普通に言ってもらいました。まあ、あのこれもね北千住とそれからあの浅草なんで、そこから個室とか乗ってくる人がいないから、まあ、それでも大丈夫という風になったのかもしれないですが、今後また東武さんといろいろ面白い動画作らせていただく機会も、ね、いただけそうなんで、非常に楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。